船物語を残したのってやっぱりお前だったのか。ひどいぞ。みんな知ってる仲なのにオイラたちをいじくり回すなんて。実は本日ここへ来たのはあなた方に事の次第を説明するためだったのです。かん、どう説明するか聞いてやろうじゃないか。まず事の発端はとある偶然でした。ある日の夜、八重様が行明さんと編集さんが本を運んでいるのを見かけたのです。面白いと思われた八重様は彼らをからかうように持ちかけてきました。え、きっかけは巫女だったのか。確かに巫女がやりそうなことだ。ええ、ですがその後五花仙物語を通して情報を与え、あなた方が楓原家の秘密を探るようにと誘導したのは確かに私です。そのような方法を取ったのはやむを得ないことだったのです。以前あることをきっかけにして楓原義則が残した盆栽の中に白紙の紙切れが隠されているのを発見しました。それがただの紙切れでないことは分かっていましたが、紙の秘密を解き明かすのには時間がかかりました。そう、水に濡れた時のみ現れる墨汁です。楓原義則が手紙に残したことは上里家や楓原家の末裔たち、そして何よりも楓原和葉にとってとても重要なものでした。楓原一族はかつて上里家の配下にあったのに、私の先祖は当時彼らを守ることができなかった。故に私にも彼を気にかける義務があります。彼には真相を知る権利がありますが、しかし秘密に触れることは危険と隣り合わせでもある。私は彼に真相を知る意志と能力があるかどうか見極める必要があったのです。もちろん私の知った真相を言葉で彼に伝えることもできました。ですがもし彼に知る意志がなかった場合、真実は彼の負担になったことでしょう。それに相応の能力がなければ真実は見つけられない。もしその程度なのであれば危険からは遠のいていた方が彼の身のためです。楓原義則もこれを考慮してこのような方法で情報を残したのでしょう。しばらくの間私はこのことをどう伝えるべきか悩んでおりました。陳州集権録が密かに運ばれていったあの夜まで。なるほど。そうだぞ、カズハだけじゃなくてオイラたちまでお前の計画に引きずり込まれたじゃないか。やはりあなたの目はごまかせませんね。私はこの一件があなた方にとっても価値のあるものであると判断したのです。そしてそれ以上にカズハと綾香が真相を見つけた時、彼らのそばに信頼できる友がいてほしかったのです。それらの友は冷静な判断ができるよう守ってくれる人々であり、困難に遭遇した時に手を差し伸べてくれる存在でもある。それに将来あなた方も同じ敵に直面するかもしれませんので、もう心の中に答えがあるのではないですか。それにこの答えはあの黒主の肖像画に隠されていますよ。肖像画の近くに人がいなくなったらご自分の目で見てきてください。真実を明らかにする方法についてはもう幾度も使っているのでお分かりでしょう。もう夜遅いし周りに誰もいなくなったな。アヤトが言った何度も使った方法って水をかけることだよな。
まさかとは思ったけど、こいつが当時の黒幕だったのか。肖像画の近くに人がいなくなったら、ご自分の目で見てきてください。真実を明らかにする方法についてはもう幾度も使っているのでお分かりでしょう。最後にもう一つ話しておきたいことがございます。先ほどあることがきっかけで盆栽に気づいたと話しましたね。その詳細をあなた方にも話しておきましょう。あれは将軍様が鎖国令を撤回したばかりの頃のこと。天領奉行で何かの事件が起きたというのが耳に入りました。証拠品や盗品が保管されていた倉庫に泥棒が入った形跡を見つけたのです。けれど何も消えてはいなかった。私はこれを普通の事件だとは思えず、天領奉行の九条をさらにこう伝えました。当分の間は何もなかったかのように振る舞い、倉庫の警備を強化したり場所を変えたりしないでほしいと。そして私は週末版に倉庫を見張らせました。するとやはり何者かが倉庫に忍び込み、楓原家のものを物色している姿を見つけたのです。まさかそいつもあれを探して。そのものを少し泳がせましたが、結局何も見つけられなかったようで、船で稲妻を出て行きました。なんで捕まえなかったんだ。秘密を守る一番いい方法は秘密がないふりをすることだと思いませんか。それにそのものの正体も決して推測が難しいというわけではありません。そのものが稲妻を離れた後に、私も本格的に楓原家の物品を調査しました。そしてあの盆栽の中にあれらの紙切れを見つけたのです。すぐにこれらの紙こそが侵入者が探していた秘密だと確信しました。まあ、あのものも秘密が本当にあるかどうかは確信がなかったと思いますが。さて最後の質問です。楓原義則が書き記した経験の中で、どの部分が正真正銘守られるべき秘密だと思いますか。この問題に関しては私もまだ答えが出せていません。これは宿題として未来のあなたに託しましょう。今は姿の彩り祭をゆっくり楽しんでください。